なんなんだよあいつ、ムカつく。前にもあったよな、こういうこと。やっぱり倒れた後で。わけわかんねえ。わけがわからん。あの時のナギさん、本当に神様に乗り移られてるような。本人は何も覚えていないし、嘘とも思えない。怖え、怖え、神様って怖え。いや、心霊現象と決めつけるのはまだ早い。あの時のナギさんは謝らなくていいって言ってたし。